さっきから放置された建材っぽいのがよく落ちてるね。よし、いいこと思いついた。建材で門を作ってショートカット用のワープポイントを作ろう。壮大な計画だな。実用化されるのに半世紀はかかるだろうな。そんなに大変なの？そんな簡単にできたらわざわざヘリに乗ってこねえわ。確かに。ナイス発見。行き止まりですね。いや、よく見るんだ。お玉さん、積み上がった石の間に小さな隙間があるぜ。本当だ。お玉さんなら入っていけるんじゃない？そうですね。不肖私め、この隙間の向こうを確認してまいります。頼む。もしキャンサーがうようよいたらついでに倒してきて。私一人でそれできたらめっちゃ強い。それできたらめっちゃ強いけど弱いからやられる。それもそっか。やっぱみんなと行動を共にするか。やる前に気づけてよかった。分かれ道か。待って、ここは大事よ、ルカさん。どっちに進むかの選択でこれからの運命が決まるかもしれない。一方は名声と富を勝ち、一方は路頭に迷う。そんな分かれ道、すでに私前者経験済み。なんて大船、迷いはない。突き進みましょう。しかし暗かったりジメッとしてたり、神器臭い場所やな。ライトがついててよかった。キャンサーがうようよしとるんやぞ。いつ停電してもおかしないわ。その点は大丈夫。メグミンはサイキックで明かりを灯せるし、電池の使いすぎでバッテリーがヤバくなった時も安心。うちのサイキックはリチウムイオンとちゃうわ。来たぜ分かれ道。どっちに進んだ方がいいと思う？どっちかは分からないけど、先に行きたいのは行き止まりの方。どうして？先に進めた方が良くない？ゲーマー心理的には、間違ってる道を先に通って全ルート制覇してから正しいルートでゴールしたいなって。なるほど。なら私らも全ルート制覇を目指して回り道しまくろうぜ。でもゲームと違って現実はただ疲れるだけね。やる気満々だったのに。ルカちゃんショー。確かにドラムセットっぽく見える。棒でも拾ってくれば今すぐセッションできそう。こうやって真似するだけでもちょっと楽しいですね。じゃあ今度実際に叩かせてもらいなよ。あ、いえ、足元のペダルと上のシンバルの距離が。いっそベースと変わってもらおうか。もう二度と言いません。見て見て、ユッキー、すごい景色。おお、ほんとだ。危なそうだけどな。うずうずしてきた。ちょっと登ってきていい？いいわけないだろ。すげえコケむしてて、足滑らしたら最悪死ぬぞ。もし私が死んじまったら、ユッキーは泣いてくれるか？そうだな。ふざけて岩山登って死んだ残念なリーダーの舞台って思うと泣けてくるだろうよ。どうした、つかさっち、その鉄板が気になるの？この強度は使えるね。え、この鉄板で四方を囲んで戦えばデフレクターを減らさずに済むわ。どう？そこから一歩も動けない。本当だ。カレリン大丈夫？そろそろ休憩とか入れる？大丈夫。ちょっと足は痛くなってきたけど。辛くなったらすぐに言ってくれよな。私おんぶしてあげるから。本当に？じゃあお願いしちゃおうかな。あ、なんか首筋が冷えてきた。やっぱりなしで。ん？
サイキックで正解の道を当ててくんない？分かれ道の正解を当てるなんて、そないピンポイントのサイキックあるか。ちなみに基本はどっちやの？私的にはまっすぐかな。うちはこっちの奥の道派や。相変わらず自分とは気が合わんな。そっか。じゃあみんな、めぐみんは向こうに行くらしいから、あたしらはまっすぐ進むぞ。はぶんな、いじめか。今日の探検も順調ですね。ああ、ルカさん、どうかしましたか？おたまさん、なんか絵になるなって。本当ですか？雑誌のモデルさんみたいですか？そういう系ではないけど、熱狂的なファンはつきそうではある。自信を持っていいと思う。よくわかりませんが、まあ艦長ですしね。ワンジ、この国見玉にお任せください。ルカさん、知ってる？この台車、猫車というのよ。へえ、かわいい名前だな。どうして猫車という名前なのか、わかるかしら？大量の猫を運んだから。正解。正解は、諸説あるそうだけど、狭い足場を建設用語で猫足場といって、そこを通れることが由来の一つだそうよ。でもさ、想像してみ？猫をぎゅうぎゅうに積んで、にゃーにゃーの大合唱と共に運んでいく光景を。すごくありね。じゃあ正解。やったー。